健康都市連合は国際的な都市の連合体の組織であり、それぞれの都市の居住者の健康を守り、また生活の質の向上のために取り組む複数の都市のネットワークである。ネットワークとしてのつながりを広げ、他の都市の経験、知識や技術などを知り、国際的な共同を通して相互にその目的の達成を目指している。健康都市とは、 1988年にトレバー・ハンコックとレオナルド・ダールによって次のように定義された。このような定義に従い、また物的また社会的環境を作り、それを保護しか継ぎを持つ都市ならば健康都市への取り組みができ、都市の政治的責任と地域の団体などの参加によって健康都市連合への参加ができるとしている。 2008年10月第3回健康都市連合国際大会、市川市で開催の上り1978年9月、世界保健機関とユニセフの合同会議によって、アルマータ宣言として、プライマリヘルスケアと呼ばれる、2000年までにすべての人に健康をとの目標が掲げられた。この宣言以来様々な議論が行われ、21世紀に期待される。 健康の促進のための最初の国際会議を1986年11月にカナダ連邦オタワで開催し文書化を図った。さらに、1988年にオーストラリア連邦のアデレードで2回目、1991年にはスウェーデン王国のスンツバルにおいて3回目の会議を経て、アルマータ宣言から20年、オタワの会議から11年後に第4回の 国際会議が1997年7月にインドネシア共和国のジャカルタにおいて開催され、迫り来る21世紀に向けた指導的健康、促進のジャカルタ宣言を緊急に採択し新たな世紀の新たな活動主体による健康促進を謳った。健康都市の定義。健康都市連合日本支部。2009年1月2日閲覧。トレバー・ハンコック。 レナードドゥル、ヘルシーシティーズ、ヘルシーチルドレン、ユニセフ、2009年1月2日閲覧。ファーストインターナショナルコンファレンスオンヘルスプロモーション、オッタは、21のオーベンバー1986フー、HPR、ヘップ、95.1、フー、2009年1月2日閲覧。ジャカルタデクラレーション、オンリーディングヘルスプロモーションイントゥーザー21、 ショートトインセンチュリー、健康都市連合、2008年12月29日閲覧、健康都市連合検証、健康都市連合日本支部、2009年1月2日閲覧、健康都市市川宣言、市川市、2009年1月2日閲覧、ありがとうございます。